ちらです。吉澤さんです。吉澤です。お願いします。声出すのにね、柔軟をというか、胸の筋肉とか、首のこの、この辺の筋の筋肉とかを少しこうやって伸ばしたりとか、あと肩をこう、肩甲骨を意識しながら腕を回したりとかして、上半身ちょっとほぐして。4のあ、青4つ、青4つやったら次、あえいうえおあおっていう、こう、顔の筋肉を動かしながら発声をするやつです。で、やいやいやとか。これその都度説明していきます。上顎をなるべくこう上げるようにして、そうするとあも出やすくなってきますので、ことが本当に楽しくって、ゴスペルの醍醐味っていうんですかね。もう大人になっても部活みたいに頑張れるところが好きです。私はそうですね、一応なんか全然私は合唱とかそういう経験は全然ないんですけど、まあ、一応音楽が好きなもんで、こちらにいる友達から紹介、ゴスペルがあってすごい楽しいよってことで参加しました。年齢とか性別とか関係なく歌の力でこうみんなでこう楽しめるっていうところがゴスペルのやっぱりいいところだと思うので、なんかその参加してよかったと思います。声を出すことってすごくいいことだと思うし、ストレス発散にもなるので、ストレス冷めないでいろんな人と接するときにやるときにすごくなんかフラットな気持ちでいつでもいられるようなのがゴスペルだと思いました。テナーとも3声で合わせて歌うところが難しかったです。みんなと一緒にこの歌を共有できたりとか、空間を共有できたりとかって、こういう活動をどん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 幅を広げていって、日立市が少しでもこうやって明るく笑顔でそういう生活のできる場所としてあればいいなと思っています。